姫路市では現在、動画コンテストの作品を募集しています。姫路の水を救うため、アバテンボウのアクア姫としっかり者の相棒ミッツが大冒険。狙われた中部積水園、水を汚す悪者とは一体誰だ？アクア姫が相棒のミッツと一緒にクイズに答えながら姫路の水を守るため奮闘する冒険物語。ミッツも大活躍。みんなも一緒にアクア姫と冒険の旅に出よう。アクア姫の大冒険で検索。姫路市では市内及び近隣市町在住の4歳児から中学3年生までの生徒を対象にどんぐりカードを配布しています。このカードを使うと、なんと世界遺産姫路城や動物園など市内各施設に無料で入場できるんです。さらに今年度より姫路市民アプリ姫パスにデジタルどんぐりカードを登録できるようになりました。カードを持ち歩かなくても対象施設でアプリ画面を提示するだけ。対象はこちらの施設です。さあ今日はどこに行こう。さらに便利になったどんぐりカードで文化や芸術、科学に触れてみませんか？